そいつを持ってれば2枚の基盤を探すのに役に立つぞ。で、基盤があれば楽しいパーティーに参加できるってわけよ。まあせいぜい頑張んない、さん。はい、では続きやっていきたいと思います。とりあえず D 型被検体の腕を手に入れて、で今ヘビの花瓶を解体室に取りに来たんで、こっからまたやっていきたいと思います。うわっ、やだ。いきなりやられた。とりあえずリロードして。なんか心細いな。いや、あの黒いの苦手ですね。ちょっと名前忘れちゃってる。怖いな、いそうだな。なんか近道で戻れないかな。いや、でもまた出そうだな。いないかな。OK。 ここも出ないかな。作業所って入れるの？あ、入れない。あと少しで2階に出れる。いや、ほんとこれ怖いな。痛い痛い、どけ。あ、痛い。死ぬ死ぬ。ああ、ショットガンの弾なくなっちゃった。ショットガンの弾ないかな。ハンドガンの弾と、まあアグナマ使わないっすな。ああ、いる。しかも強いやつやん。
ゃ。じゃ、うんちゃ。あ、怖い。怖い怖い怖い。腕が出てる。あ、このヒットアンドウェイできないよ。あぶれ、怖っ。いるな、これダメージ食らってるんですよね。知能の高さをちょっと見せつけてやらない？ほら。ほら。倒れたね。足らないよ。ざっとこんなもんだ。人間の力をなめるね。よし、じゃあ蛇の鍵を開けに行こうかな。夫婦の寝室、ハンドガンの弾ゲット。心細いな。あ、おばあちゃんいる。おばあちゃん撃ってない。邪魔しますね。ジャック海兵隊入隊記念、ハブゲット。まあ、体力ないな。買っとくか。こっちに。やだ。空きピックがある。やっぱ。何かの設計図か、兵器か。これグレネードランチャーなんじゃない？これはもう手に入れたよ。あ、宝の写真だ。地下っぽいな。でも地下戻りたくない。何もなし。タコの仮面。なんかアイテムないかな。
ほんとこんだけアイテムないね。ハーブ。結構なんか隠れてんだよな、アイテム。あ、リュックじゃん。やっぱ。おお、すげえ。あのリュックなんかも普通に見逃しちゃいそう。なんか探さないと。すべての時計と同じ時。意味わかんない。12時。時計ってここにあるのか。時計はない。え、おばあちゃん時計ある？時計あるかな？っちの家は時計ある。時計ないね。他のとこに時計はあったけど、多分1階に時計あると思う。10時15分。10時15分でいいのかな？すごい。すげえ。え？あ、段差ね。ダメージ食らったこと。これはまた嫌な予感がする。地下ってのはね、嫌だね。嫌な雰囲気が。化け物とか隠れてた。嫌だね。ああ、嫌だ。嫌 だ。嫌だわ。ひどい匂いだ。ひどい匂いだ。何これ。やばい、電子基板赤がある。これ、取った瞬間なんかこいつ襲ってくんじゃないの？何これ、馬？人か、なんか。めっちゃ悪いな。血だ。なるほど。うわー、いる。うわー、こっちからもいる。大 3大3。
うわー、追いかけてきてる。ルーカスから。怖いなぁ。もう一部屋あったな、こっちに。武器がちょっとな、弾がないから。壊れているようだ。ああ、ブルー。これは何にもない。4月、オリバーは静かになった。ために天井をコンコンと叩く音がする。5月、すごく臭い。屋根裏から変な汁が垂れてきた。リモコンのトロフィーをまた改造した。これで夜になる時もピカピカだ。サッカーボール。ああ、ショットガンの弾。自動工作大会サイン。ロボット選手権大会。母さん、町の病院に連れて行かれた変な機械で頭の写真を撮られた。おもちゃ屋で259個目のパズル買ってもらった。なるほど。友達を天井裏に閉じ込めて殺してしまったんだな。ルーカスは成敗しないといけないな。とんでもないやつ。キーピックケット。おお、怖っ。バーがいるとかいうお家じゃないよ。バースデー。なんだこれは。ジャック・ベイカー様、改築工事請負契約書。トレバー、ジム・トレバー。いたな。バイオハザード1って。洋館を作った人ですね。うん。バイオワンの人が作ったっていうこと。おもちゃの手用のショットガンの模型。結構なんかいっぺんに撃ってきた。これで戦うことはできそうにない。なんかで使うのかな。アイテムとかないかな。お、またゲームが始まる。
そんな気がするんだけど。これなんかもうバッチリじゃね？まあ多少強引だけど、いきますね。お、電子基板ある。さあ、オリバーが出てきそうな気がするんだけど、大丈夫か？薬液を。大丈夫？なんか今あったな。強いな、ハンドガンじゃないと無理だ。これに何の意味があるのかまだ分かってない。これで2つ揃ったから、あ、電話だ。どうせあのクソ野郎だろ。相棒じゃないよ。ミアと話をさせろ。知ってるよ。くそ。誰か待ってる。なんか変なのいるな。中庭にまで来てると。油断ができない。あ、いた。一発無駄にしたわ。くそ。いるのかな、なんかいらない気がするけど。ビデオテープはいらない。だから写真、ハンドガンの弾も全然ないんだよね。困ったな。
マグナ持った方がいいのかな。4発だもんな。心細いな。マグナ持ってこう。これでの2つ開くから、薬液を持ってって、これでいこう。セーブもしていこう。じゃあこれからちょっとルーカスを痛めつけに行ってきますんで、一回ちょっと切りたいと思います。